はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。カエデさんちへようこそ。今日はね、ちょっと真面目なお話をしていこうと思っております。今回はね、名前はお話ししますが、ちょっと写真もね、私がこう、ヤフーニュースでこうね、調べたのはありましたけど、なんだろう、この新聞社の許可もないし、何しろその、この方の、ご両親だったり、ね、親戚の方の、ね、許可もないので、写真は出しませんが、お名前の方はね、お話しさせていただきます。これは、勝手に私がやっていることなんでね。で、大阪の方で、女児が17年前に行方不明になったっていうのを、ヤフーニュースの方であって、俺、これどっかで見たことあるなと思ったら、その、ヤフーじゃなくて、YouTube 動画の方で、その、なんだろう、未解決事件とか、行方不明事件の、その考察動画っていうのは、まあ何本かね、いろんなチャンネルがやっていますね。で、その中で、最近なんだよ、同じこと言ってんだ。本当に最近、そういえばこの子の名前聞いたことあるな、見たなっていう、その考察動画を見たことあって、ああ、じゃあちょっと、取り上げてみようと思いました。でね、大阪府の熊取町って読んでいいのかな、熊に丸々を取るっていう字で町で、2003年5月に当時小学校4年生だった吉川ゆりさんっていうのかな、ゆりさんが行方不明になった事件がありました。で、発生から17年を迎えて、やはり新型コロナウイルスの影響で、ビラをね、毎年こう、配っていたんだけども、それができなくなったと。で、その代わりに、大阪府警は初めて、その、情報提供を呼びかける動画を作って、インターネットで公開をしたそうです。で、私が見たのはその大阪府警のではなく、それと別のその考察動画で、今撮ってるのが20日なんですけど、5月20日なんですけど、その1週間以内のところで見たんだよね。あ、こういう事件がそういえばあったような気がするなって、テレビでやってた覚えがあるなっていう感じです。はい。で、彼女はその2003年5月20日の午後3時頃に、下校したと。で、その途中から、行方がわからなくなってしまった。自宅近くの路上で、まあそのご近所さんのどなたかが見たのを最後にいなくなってしまったと。で、何者かに連れ去られたと見られているが、有力な手がかりは見つかっていない。大阪府警は毎年現場付近で検問をし、ビラを配って、まあ、情報提供を呼びかけてきたが、今年はまあ先ほども言ったウイルスの影響で、まあそういうビラ配りもそうだし、検問もやらなかったと。
で、動画はね、大阪府警の、動画は、まあ、ゆりさんの、笑顔が見せる、笑顔を見せる写真で始まって、失踪時の服装などをナレーション付きで解説している。で、事件当時目撃された不審車両があって、白いトヨタのクラウン、130系っていうのでしょうかね。それの映像もある。よく見かけられたっていうのも聞かれますよね。で、府警の、大阪府警のホームページ他に、投稿サイト、動画投稿サイトの YouTube、写真共有アプリの Instagram などで、最長8分の映像を公開していると。大阪府警のね、捜査一課の方は、いろんな方のね、情報が、捜査を前進させると。どんな状況でもね、そういう捜査を停滞させないよっていう話をしております。まあ、有力情報の提供者には、まあ、最大300万円の捜査、諜報金が支払われるらしいけども、って感じですかね。これ何だろう？何だろうって言われると困るんだけど、彼女がすごく可愛くて、彼女みたいな子供が欲しいと思って連れ去ったのか、まあそういう夫婦がいた。もう精神的にもうこう病んじゃって、子供が欲しいと思って、精神的に病んじゃって、じゃあ連れ去ればいいんだっていう方向にの考えに行っちゃって、で連れ去ったっていうのもあるし、まあ10歳ぐらいだから、まあある程度抵抗もできるし、だけども、もうそれどころじゃなかったんだろうね、彼女は。もう今でもいないっていうことは。それかもう本当にちょっと変態チックな男性がいて、これも先ほどの意見とはまたちょっと違って、可愛いし、自分の元に置きたい。だけどどうすればいいのか分かんない。そうだ、連れ去ればいいんだっていう感じになってしまったとか。それとか、本当に、どうなんだろう。それ以外に何かあります？だって自分からこう、姿をくらますっていうことはないでしょ？ 10 歳ぐらい。まあ、本当にさ、すごく彼女が悩んでいて、その親のことだったり、兄弟のことだったり、まあ、その、学校のことで、ね、いろいろと悩んでいるときに、もう精神的にこう追い込まれていて、で、じゃあどうすればいいんだろうっていうときに、まあ、あ、そういえば、姿を消せばいいんだとか、まあ本当に最悪の話になってしまうんだけど、17年経つということは、まあ、小学4年生ぐらいで10歳ぐらいだから、まあ今27歳、8歳ぐらいですね。今何してんだろうね、本当に。本当に、なんだろう、別の人として戸籍も作り変えたのかわかんないけど、別の人として、他の地域で結婚して子供を産んで、
っていう風になっているのか、全くその記憶喪失にな、何らかの影響で記憶喪失になってしまって、また別の人生を歩んでいるのかですね。まあ、本当にウイルスの関係でこの方の所在っていうのも分かんないし、本当に最近もね、あの去年だっけ、去年の10月ぐらいにもあのね、行方不明になった子がいて、やっぱそっちの方が印象が深かったりとかするんで、ちょっと言葉は悪いけど忘れがちになってしまうよね。なので、まあ見つかってはほしいけど、じゃあ彼女が戻ってきた時に別の人生を歩んでいたとしたら、じゃあその間の17年、18年ぐらいは否定するのかっていうふうになっちゃうし、難しいところもありますよね。どうなんでしょうかね、本当に。まあそういうことをね、やるのは、まあ我々一般人ではないのだけど、ね。まあ心のケアとかも、まあ本当に見つかってほしいけど、なぁとは思っております。皆さんどうでしょうか？ご意見いただけたらと思います。それでは皆さん、さようなら。